アスランってまだかがりに気持ち伝えてなかったのに対するみんなの反応をまとめてみた。監督がこの二人まだお互い好きと伝えてないとか言ってて、それなのにアスランキラに先輩面かまして殴って、だけどこいつはまだかがりに言葉で伝えてないらしい。やっぱりアスラン面白すぎない？面白い男だし面白いカップル。アスランだけじゃなくてかがりも国立で直すまでは言えないみたいな感じだから、二人して禁欲してるカップル。世界観がラブコメなら妄想ユープレイにしか見えなくなった。幸せならオッケーです。まあ言葉にしてなくても修羅戦で命を預ける&預かる、守り石と指輪見せ合い、アスランが来ると道を譲る大部分という環境が出来上がってるなら何も問題あるまい。キララクには言葉が必要だったのにそうしてなかったから、必要なところに必要な葉っぱをかけただけだからね。素敵。監督曰くかがりは指輪を返さずにしまってるだけだから本人も別れたつもりはないらしくて驚いたわ。アスランの今はこれでいい、夢は同じだの言葉の通りだったんやなって。わかんねえよ、国語の授業かよ。シード難しすぎるって。ラクスが決別するときは指輪はこう扱うとやったからな。ユーナと結婚するから指輪返しといてとキラに託す、別れるつもり指輪をしまう、別れる気はない。言われてみればなるほど、だけど難しすぎる。まあ二人でわかってるならガイアがあれこれ言うもんでもない。俺とカガリは言葉がなくても分かり合えているが、一般的には言葉にしないと伝わらないこともあるからってこと。それで失敗してるやつに説教パンチしたんだからお前もちゃんと伝えろ。肉体言語で語り合った仲だからな。今回のアスラン見るとかなり強かったんだな。カガリアスランにかすり傷与えてるからな。お互い好きって言ってないのに周囲からバレバレなの、初々しい学生かて。言葉を重ねても分かり合えないこともあるからな、難しいな。アスランは不器用ながら行動で示してくるタイプだから、口に出さなくても好きなのは理解してくれるでしょ多分。思ってたよりピュアでプラトニックだったし、思ってたより強固というかお互いに強い思いがあったんだなと。俺はシードのことなんも分かってなかったし、アスランのことなんも知らなかった。言葉にしなくてもかがりと自分の気持ちを疑わずあんだけ最強になれるアスランすげなと見る目が変わった。やはりアスラン、ザラが最強か。六部城太郎かよ。ここのシーンとかただ気持ちを確認してただけだったのか。マジで他人が割り込む隙ないじゃん。どんだけど互いの行為に自信があるんだよ。あと怖いのが現状であれならアスランの最強プリにまだ上がありそうなとこだわ。一旦さよならするけどお互いができることを精一杯頑張りましょうねっていう切ないシーンじゃないの。メイリューに頼むな、した後泣いてるし、ここのハブ文字輪からするのはためらってるし、決意はしたけどアスランにそれを受け入れてもらえるか待っててもらえるか不安はあったんじゃないかな。ここでアスランから抱きしめてもらったことで自分の決心をアスランが受け入れてくれたこと、お互いの気持ちが同じことを確信できたのかなと思った。言葉にしなくても状態でお互い通じている気持ちは同じでもお互いから回って通じ合いができなかった運命時期、本当に二人ともヤバかったんだろうな。セーバーバラバラになるわ、かがり曇りまくるわ。かがりからすれば指輪を返してアスランを諦めるってなったのはユーナ関係の時くらいで、メイリンにアスランを運命時期に任せた時もアスランを諦めたわけじゃなかったんだってなった。メイリンにはアスランが無茶しないように見張っといてって頼んだんだろうな。マジで言葉通りの意味だった。あいつ、頼むな、あいつ、頼むな、もうダメだ。あの二人を俺たちの尺度で測ったらあかん。小説ではメイリンに疲れてうろたえてたけど、映画版アスランは真顔で俺たちは言葉にしなくても思い合ってるの分かりきってるとか言い出しそう。どうあがいても面白い男。一度決めたら自分が正しいことをあまり疑わないアスラン、一度決めても本当に正しいのかを割と自問自答しながら動く気が、みたいな元々の性格の違いがね、どっちも事故る時とうまくハマる時があるというか。アスランは迷うと強めにデバフかかるけど、キラは迷ってもあんまりデバフかからないしね。なおメンタルダメージ。アスランはスペックが落ちるには落ちるけどそこから下には下がらない。キラはすぐにはローに出ないけど徐々に落ちていって結果的に最低値を割ってしまうイメージだな。現にアスランは運命で迷いがあってたね。割れできなくてもフリーダム戦までは特に危ない場面もなく戦ってたし、キラに関しては映画前半は疲弊が積み重なってインパルス戦同様ピンチになっても種割れしなかったしな。察し合ってる状態でこれなのに言葉にして伝え合ったらアスランどうなるんだマジで。バフが天井知らずじゃねえか。お互いに好きと言葉にしてなくても一緒にいる未来を確信して努力し続けている19歳カップル。19歳激動すぎる時代を生きたんだからそりゃねえ。察し合ってるというか好きとは言ってないが、ハブもチューもやってるからな。好きとは言ってないが性的にいくら疎くてもそりゃ気がつく。低層観念も生真面目さも言葉にしなさもお似合いすぎる。あれ鍋に閉じ蓋カップル。アスランとカガリは思い合ってるの、双方で理解してるから好きと伝える必要がないんだよね今のところは。ハレンチ姫、風評被害やめろ。定期恋人がハレンチなだけで姫自身は性の感覚に疎い。定期ハレンチ自分で妄想しやがったなということになってるの。好きハレンチというワードだけで自分のことかも察するのはなかなか。
石田さんがおそらく自分が声当てるとこしか知らないし、完成した映像見てなかったから石と指輪見せ合うことを知らず、かがりと両思いだって知ってたらハレンチシーンのかがりの呼び方変えたのに、みたいなこと言ってたの。この話を踏まえると色々味わい深いなぁ。両思いだけどまだお互い明確に言葉にしてないって状態でありつつ、多分リテイク食らったキラに対してのみたいに甘すぎる呼び方になっちゃうから抑えめの演技でゴーサイン出たんだろうなって。グランプリに対する監督のコメントさ、本当にあとは幸せになるだけじゃん。東野くんが姉様のために早く立派にならなきゃしそうなやつ。でもかがり自身が運命で間違えたことあるし、東野なら大丈夫だし、アスランと自分も大丈夫ってなっているから焦らせはしないんだろうな。世界情勢のせいでそれが難事だろうという遠い目になることを除けばね。お互いに好きな気持ちは通じ合ってるけど好きと言葉にはしてなくて、アスランは頭の中ではかがりの妄想爆発させてる状態なのに、経験済みなのは多分キスとハグまで。出会って4年経ってもまだ逃避用デートの距離感で、友達以上恋人未満の学生みたいなピュアピュアのお付き合いとかもはや一周回ってどエロいんだよ。周りはみんな関係周知で微笑ましく見守ってる状態だから余計ホアーってなる。両肩思いの状態でキラにあんな説教して、あんなハレンチ妄想したのか。アスランかがりは立場とかあるし、はっきり告白するのは難しいのかもしれませんけれども。アスランはさ、昔からハブもキスも指輪も全部事後報告なやつだけどさ、もっとやりようってもんがあるだろう。アスランが一般的に見てダメなところはあるけど、かがりはそんなアスランがいいわけで、本人たち同士が通じ合ってて揺るぎない相思相愛ならそれでいいじゃん。ハレンチ妄想は見た方が悪いし、ああいう機会でもなきゃ絶対に外に出力しないだろ。この気真面目度堅物男ってか、この状態であの最強ぶりとは恐れ入った。本当にかがり大好きだし、決めたら迷わない男だし、限界が見えなさすぎる。告白して付き合うのは日本くらいって言うし、言うタイミングがないだけでお互いの気持ちが通じてるならそれでいいんじゃって思ったけど、わざわざ監督が触れてくるってことは今後の展開でアスカラにもう1イベントあるって可能性もあったりっていうのはさすがに早計すぎか。フリーダム強奪事件の企画はもう動いてるっぽいけど、短くてもいいからいつか自由後の話も見られたらいいな。俺とかがりは通じ合ってるから颯爽と立ち去る俺、やり捨てにしか見えねえんだよ。かがりはアスランになら心をさらけ出せるから裸なんだけど、オーブの代表の立場を捨てきれずに軍服を羽織ってるみたいなインタビューを見た気がする。ソース元は忘れた。今見るとアスランの性癖妄想に見えるから困る。別に一切すれ違いがないまま順風満帆の無傷でここまで来たとは誰も思ってないしな。むしろあれだけの試練にもみっちゃにされてなお互いを好きな気持ちは揺らがなかったってのがすげえんだよ二人とも。映画前、こいつには首輪が必要だけど首輪つけられるやつがいるのかな。映画後、じわから首輪つけてくれって言い出さないと無理だし、かがりしか受け取ってくれねえわこんなの。今、あれ制御できてるかな。これ縄張りに入ったから優しくしてくれるし、ついてきてくれるってのが正解じゃないのかな。これオーブの代表とオーブ軍人としてならちゃんと飼い主飼い犬関係だから、恋人関係、かがりが代表引退してからに期待。キラは一発アスラン殴ってもいいよ。これアスラン告白すっ飛ばしてプロポーズしない、最高に面白いタイミングでプロポーズしてほしいな。ハグ、キス、指輪事後承諾からのハレンチ妄想も許しちゃうかがりだし、指輪もキラに言えよって言ったくらいだし、アスランがかがりにつけてほしいって言って、かがりが仕方ないやつだなしたのかと思ってたんだ。まさか数年後にはアスランの元行くし、コンパス設立で一区切りしたからこれくらいいいよなってかがりが自主的に身につけ出したとは思ってなかったんだ。なんていうか、そやアスランがザライッサとしてオーブに在籍できるわけだわと思った。こんなんオーブみんなかがり様の微笑ましいエピソードとして見守ってるやつじゃん。アスラン期が来たらかがりの護衛も譲るしな。もうここまで監督からどしどし情報がお出しされるなら、アスラン主人公の続編やってかがりにプロポーズするところまで描いてくれないかな。公衆ならバッチリだろうし。もうさ、アスカガの気持ちはいらわからないだし、映画のシーン、内心お前たちのせいでかがりが俺の元来るのが遅くなるだろうがくらいのこと思ってくれててもいいんだよアスランってなったわ。コンパス設立で一区切りで首に指輪かけるようになったのに、そのコンパスがファウンデーション絡みでちょっとになりそうだしさ、指輪はそのままだし、東野に代表譲ったらアスランの元行くよは変わらないだろうけど、言葉にしろ言葉にしろというが、あの二人を我々と同じ尺度と価値観で測っちゃダメだろ。いろいろと言葉が必要な人もいれば不要な奴もいるでいいじゃん。キラとラクスは必要だった、アスランとカガリには不要だったってことでいいと思うが、好きって言わなきゃ好きじゃなくなるわけじゃないしね。この二人だと好きすっ飛ばしてプロポーズしそう。今となってはなんか本当に父親みたいだなこの監督ってなるキャラ自体には。この子こういうとこすっごいんですよ、この二人子供ちゃんとできますよとか愛があるのに、それを確立させるまでの試練中には客観的になるというか、試練も与えるというか、熟年夫婦の安定感と付き合いたての初々しさが同居してる不思議なカップルだった。ある意味美味しいとこ取り。好きって言ってないのはお互い様だからな。キラはアスランにやり返してもいい気がする。19歳だからまだまだこれからよ。このままピュアに突き進むか、それともハレンチに舵を切るのか、可能性は
なんか投資用ガストのムーマユの反応がすごい納得できたわ。二人が誰に恥じる必要もない気を合い貫いてるの知ってるから、アスラン。ザラと一緒にいるならカガリさんは絶対に安全ですと護衛に断言したマユさん。それはそうと同意しつつも、同性として恋する男の内心ってものもよく知ってるから、安全、かな、と思わずつぶやいたムーさんちゃんと示されてたんだね。考えてみたらドラマ CD でアスランの女性関係言及したのって、軍人としてのアスランは知ってるけどプライベートのアスランは知らない、アーサーとシンなんだ、ナスのアスランとカガリに接したことある人間はどれだけ二人が一途に思い合ってるか理解してるんだな。アスランとカガリの関係って脱走後の再会でカガリが結婚のこと謝罪してアスランも守りたくて焦っちゃったって言って、もうわだかまりはなくなってるからな、あの時の二人の雰囲気がこのまま別れたくねえってのがありありっていうか、お互いに好きすぎるのは分かりきってた。捨てないのは手紙からも伺えるんで恋心をしまった感覚だった。でも泣き顔が辛くて最後は出番もほぼなく前向きに捉えられんかった。ハグは追加だし当時そこまで噛み砕けんかったよ、幸せになれよ。カガリはもともと別れたつもりはない、国を立て直すために一度指輪を外しただけ。実際ユーナと結婚しようとした時は手放そうとしている。コンパス創設あたりで一区切りつけて指輪を首に持つようになった。アスランもわかってる、忙しくてお互い好きと言い合えてないが気持ちはわかってる。監督の発言まとめるとこんな感じ。大体そんな感じ、強いて言えば好きだと言わないのは忙しいからではなく、改まってはっきり好きだと言葉に出すきっかけがないだけらしい。今なら安心して見られるけど、リア退治は運命終盤のカガリのフェードアウトっぷりからは二人の絆はむしろ強固になりましたと冷静に読み取るのは自分には無理だったよ。放送後も雑誌でモスは破局家みたいな書き方だったし、新藤さんの新録もだいぶ長い期間なかったしさ。新録はともかく、カガリのフェードアウトは主要メンバーが戦力として宇宙に出ていく組、圧倒的多数と地球に残って戦いの行末を見守る組、カガリ一人に分かれた結果だから、まあ当たり前ではあったんだけどね。カガリがあの状態のオーブを放って最前線に行けないのも、最終決戦のフォーカスが戦闘メンバーばっかに当たるのも自然なことだから、自分はあんま気にならなかった方だけど、そこ引っかかっちゃった人だってもちろんいるよね。何にせよこうしてみんなでアスカが良かったなーって喜び合える令和の世に感謝。リア退治は正直言って情報量不足で若かったことを加味しても難解だった。 HD リマスターで追加シーンを含めて見直してようやく破局したわけじゃないってことだけ読み取れた。どんだけ互いに大好きなのかは劇場版見るまでわからなかった。種からアスランが何かを守るためなら自爆も選ぶやつだと知ってるカガリは、種の時は死なせないからお前と一緒に行けたけど代表となった自分ではもうそれができないから、以前の自分と同じように脱走時にアスランの命を助けたメイリンに頼んだってことか。で、種自由では代表として国を守りながらもリモートでアスランの命を預かって守ることができたのが良かったね。仮にリモート共同戦がなかったとしても、強さとは生きる意志だのセリフやハウメアやアスランの帰る場所はオーブカガリと、離れていてもアスランの命をカガリが守れてるのがいいよね。カガリがアスランを手放すなら指輪はしまうことなく返すはずだと主張し続けたわが大歓喜だった。自由小説下巻の地の文章であれだけカガリへの愛を溢れさせてた男がまさか好きの一言と言えてないとはな、たまげたな。ユーナとのことは分かってるけど面白くないからっつって指輪渡す男だで、面白い男だろ。カガリに会えてよかった。君は俺が守るっつってキスする男でもあるな。伝聞でむちゃくちゃになるから公式レポ助かる。公式レポ読んだ印象だと好きと言ってないとかじゃなくて、具体的な今後の話はまだできてないって感じだな。もともとシードって言葉で好きとか伝えないこと徹底してるよね。今回のキララクが例外すぎたけど、これで作品としては最後って制作側も思ってただろうし、これ結婚して初夜迎えてそこで初めてお互いに好きやら愛してるやら言うことになったらどうなるんだ。結構ノリで適当にインタビューに答えることも多い割には自由後のアスランとカガリの関係についての監督の考えは一貫した答えが出されていたり、カガリの結婚についてぼかしながら言及していたり、なんか監督の中にはプロットレベルの何かは存在しそうと思うのは邪推かな。話半分で受け止めてるけど、監督に関係は揺らがないって断言されてるのは素直に嬉しい。好きって言い合えてないのも、アスランがお眉状態というよりは本当にタイミングがないだけみたいだし、忙しいのが落ち着いたら存分に言い合ってほしい。めっちゃわかる。その場のノリが多いからこっちも同じテンションで聞いてるけど、アスランとカガリに関してはある程度頭の中で決まってるのかなって思った。ハレンチでアスラン性欲あったんだなになってたけど、昨日の燃料を受けて今日映画見に行った結果、そうかそうか言えてないのか、カガリが代表を辞めたら思う存分言うといいよって、なんか微笑ましくなった。俺はそんなに諦めが良くない、私もだ。これが高度なイチャイチャだったとは恐れいる。過酷なし、いい世界で難しい立場の二人が恋愛するとなるとこうなるんだな。どっちも超真面目で真剣だったがゆえに尊い関係になれたし、面白いことになってる。ほんそれ可愛いわ、面白いわ、尊いわ、飽きないわ、でどえらい CP にハマったもんだと20年前の自分の目を褒めたたえたい。コズミックイラー世界に転生してオーブ軍人としてアスカガの日常を日々追っかけたい。
運命、自由感考察的に若狩りも別れたつもりなかったことが明言されたのが結構でかい気がする。大抵の試練は経験したし、もうこの二人別れるとかいう選択しないじゃんね。この言葉を交わさずとも愛し合ってる関係、まさしく心で繋がってるって感じがする。当時はアスカが破局って煽られてたから、こうやって言葉にしてもらって大勝利感あるよね。続編はあるのか知らんけど、シンルナメインでアスカ側は脇で支える感じが一番平和かもと思う。返した未遂としまったは違うよなってずっと思ってた。キャバリアーのあたり前線に一緒に行けないの気にしてたんだろうなと思ってた。あとこれ言いたいこといろいろあるけど、とにかく帰ってきって感じな気がするんよ。キャバリアーってもしかしたら今のアスカガの象徴なのかもしれないな。たとえ地球と月ほど離れていてもラブなしで強固に通じ合い連携できるオーブの最重要国家機密で、2機1体の片方はスランが預かり、もう片方はカガリの元にある。これもう第2の守り石と指輪じゃん。国家レベルで絆の証作っちゃうとかすごいわこの2人。運命で連絡取り合えなくて中子と離れていても心は通じている今を、わかりやすく形にした感じがしましたね。シンルナ後方理解者がミレニアムにいるように、アスカが後方理解者代わりとオーブ内にいて、カガリアンのそれに張り切って作ったんだろうな。財務省予算に糸目はつけるな。モルゲンレイテ腕に寄りかけてつくんぞら。キャバリアーを元ザフトの二人に預けるって信頼されている的なコメ見たことある気がするけど、アスランだからこそキャバリアーお任せしているし、アスランとカガリにはキャバリアーが必要だから作ったんだって感じなんだろうな。まあ逃避用とか読むと、アスランは言葉が足りない代わりに行動で示しまくっていたんだろうなと想像がつく。逆に言うと言葉の足りなさを行動で補うには、アスラン並みの行動力が必要になるというか、もう言葉がいらないレベルに達してたなんて思わないじゃん。婚前交渉はしないけど告白前のキスはするんだ。そんなことを心の中で言って隙を作らせるのか。そばから見るといやいやよって思うけど、お互いにそれでいいと思ってるから何も言えねえ。はよ幸せになってくれ。ぶっちゃけシードの段階でキスしてたんだし、お互いに両思いなのは分かってるだろ。だからアスランとカガリが気持ちを伝えなくても分かり合ってるのだ。むしろシード、デスティニーの3年で一発やってても不思議じゃない。この映画なんで女側はうんこみたいな口紅塗ってんの。でも、あの妄想を見る限りアスランはもう限界だろ。変な方向に爆発する前に発散させてやれ。告白なんて今までの行為の積み重ねの最終確認作業みたいなもんだから、互いに好きって分かってたら別にいらんのよな。え、アスランお前、カガリン対してがっつりイチャコラしたら、もっとバフかかって強くなる可能性あるわけ。嘘だろ。その時、アスランの心の中に、はっきりとしたイメージが浮かび上がった。金色の髪と目をした一人の女だ。逃避を読んだらアスランが想像の5倍くらいけなげすぎて、なんかかわいそうになってきたから、カガリさんは1回くらいやらせてやっていい。キラは次にアスランに会ったら一発殴っていいよマジで。このクソカップルのためにわざわざ出てかませ扱いされるユーナがかわいそうで仕方がない。あんなモラハラクソ男かわいそうか。クソカップル上げのためにモラハラクソ男に脚本にさせられたじゃん。運命序盤の時点でアスランに見つめられるだけでキス待ちできるレベルなんだよな。かがり言葉にしなくても普段から行動に出しまくってたんだろ。それはそうとしてキラはアスラン殴り返していいと思うぞ。